まあ、この後というか今森がコールされただけで相当ライオンズファンが今起きましたからね。当然なるでしょうね。この展開でキャッチャーがこう1人変わったぐらいでこの歓声というのはなかなかないですからね。そうですね。後半の楽しみというね、そうですね、ファンの楽しみという、もちろんこれだけじゃないですけど、ね、打席なども浮かせてくれるでしょう森友哉。森竹は打球が伸びています。歓声があってライトスタンドへ入りました。第2号のソロアーチが出ました。原選手はパワーあるんですよ、パワー。原拓也、いやオリックスファンがだんだんこうおーというような歓声がどんどん外野に向かっていくにつれ大きくなってきましたが、ホームイン1点追加、15対0。これ言ってたんですけどバットのヘッドの使い方いいんですよ、そんなに今あのブランという感じでも、みんなね、皆さんはそんなに大きな打てないと思ってるでしょう、ここに出しては打つんですよ、でかいのね。原拓也にも一発が出ました。このスイングです。ヘッドの使いがよく出てるでしょ、うまく伝わってるんですね。それはもう前から長打力のある子やなと思ってましたね、はい、選手やって。4年ぶりのシーズン2本のホームランとなります、というよりあの今季1本打ったホームランが4年ぶりのホームランでしたので、